はい、今日は陥没乳頭の手術をさせていただきます。じゃあね、上から撮っていただいていいですか。なるべく真上からね、撮ってね。この方は40代の女性の方で、出産経験がある方です。で、まあ、ご覧の通り陥没乳頭なんですけれど、この方は重度の陥没乳頭です。陥没乳頭って軽症な人と中等度の人と重症の方っていらっしゃるんだけど、やっぱり重症の方っていうのは刺激しても出てこないタイプの人ですね。なので、まあ、過去にその出産されてるわけなんですけど、まあ、おそらくその時出てこなかったので、ちゃんと授乳がねできなかったんじゃないかなって思います。で、手術はしっかり引っ張り出して、で形を整えるわけなんですけれど、まあ、今後その出産する予定はないっていうことなので、まあ、乳管をですね、ある程度その傷つけて、で授乳機能がなくなってもしょうがないかなっていう、あのお話で手術することになってるんですけれど、なるべく授乳機能を残すように、乳管をなるべく温存するように、まあ、万が一今後出産して授乳する機会があったとしても、まあ、授乳できるようになるべく乳管を温存しようと思います。まあ、そもそも陥没乳頭というのは乳管が少し未熟で短いので、乳房の発達に比べてですね、乳管が短いので乳頭が陥没しちゃうという状況が起きちゃうんで、まあ、その未熟な乳管をですね、切ってしまうとですね、きれいに乳頭が出てくるんですけど、あんまりそれ切っちゃうと、手術のあと授乳することができなくなっちゃうので、なるべく残せる乳管は残そうと思います。で、手術のやり方はですね、まあ、局所麻酔でやるんですけれど、まあ、真ん中1本の線でくびれてるんで、ここのくびれてるところをですね、1本切開して、未熟な乳管をなるべく温存するように、反根組織引きずれを排除して引っ張り出して縫ってあげるっていう手術をする予定です。で、まあ、ご覧の通りですね、これどんだけ刺激してもですね、こっちもね、刺激しても出てこないんですね。で、まあ、軽症の陥没乳頭の方なんかは、刺激すると出てくるんで、そういう方は、授乳することができるんですけれど、まあ、この方の場合は刺激しても出てこない、結構重度の陥没乳頭ですね。あんまりひどいとこういうところに赤が溜まってですね、炎症が起きて硬くなったりとかすることもあるんですけど、まあ、過去にそういうのが多少起きたのかもわからないですね。結構しっかりと陥没してるんで、そういう炎症が起きて反根が強い人ほど頑固に引きつれてしっかり出すのが難しいというのがあるんですけれど、まあ、今日は比較的難しい陥没乳頭の手術なんですけど、今から始めていこうと思います。じゃあいいよ。陥没乳頭の手術終わりました。まあ、かなり、重度に引きつれておりましたんで、しっかりと癒着を解除して引っ張り出しましたんで、まあ、今手術直後の状態でね、指で押しても戻らないですね。なのでこの手術はね、合併症としてはですね、ちゃんと手術しないと後戻りしちゃうんですよね。まあ、手術直後でこう指で押して戻らなければ、まず大丈夫だろうと思いますけどね、かなりしっかりと癒着を外してブラブラにして縫いましたので、あとはね、術後の合併症としてはやっぱり癒着が強い人をしっかり剥離して縫うとですね、先端の皮弁の先端のですね、血流が悪くなってちょっとジュクジュクしたり壊死したりとかするんですけど、まあ、多少あるかもわからないですけど、最終的にはね、軟膏とか塗ってきれいに治りますので、まあ、それもまず問題ないでしょうということです。あとはなるべく乳管を温存しましたので、もし今後ですね、出産して授乳する機会があっても、授乳ある程度できるようにしてあります。で、ちなみに手術前はですね、刺激 しても乳頭が出てこない状態だったので、あの状態だと授乳ができないわけですよね。だから刺激しても乳頭が出てこない場合は、手術の、適用があると。もうそれは機能的な面でも見た目的の面でも、あとはそこに赤が溜まって炎症を繰り返したりとかね、乳頭炎になったりとかそういうこともありますので、手術してよかったと思います。じゃあいいですよ。はい、陥没乳頭の手術をして、今日で2週間で、今抜歯が終わりました。じゃあね、
真上から撮ってもらっていいですか。はい、真上から。はい、まあここに傷があるんですけど、今まだね抜歯したばっかりなんですけれど、で、こっち側もここに傷があるんですけど、まあ綺麗に仕上がってほぼ対称になっていい結果だと思います。この方結構重症の陥没乳頭で、刺激しても出てこないタイプだったんですね。なのでしっかりと反根組織を解除してですね、出して固定したということで、で、まあ、指でこうもう押してもですね、こう戻らない状態ですね。まあ、2週間後で押しても戻らなければ、まあ、今後後戻りする可能性は、まあ、まずないでしょうという感じですね。まあ、この手術はですね、合併症としてはですね、やっぱ一番多いのがですね、手術したのに戻っちゃうっていうことがあるんですよね。手術のやり方が中途半端で、反根の解除がちょっと足りないとですね、またその人間の体ってね、元に戻そうとしたりする力が働いたりとか、反根がね、傷が治る過程で反根を拘縮して引っ込めようっていう力が生じるので、まあ、そういう力が生じても戻らないようにしっかりと、根治的にね、ラディカルに治すっていうことが大事な手術で、まあ2週間後でね、こうして戻らなければまず後戻りは、ないと思われます。あとは、まあ、なるべく乳管を温存してですね、手術後でも、妊娠して出産してその時に授乳ができるように乳管を可能な限り温存しました。はい、あとまあ手術の合併症として、ね、多いのがですね、あまりにも根治的にですね剥離しすぎるとですね、血流が悪くなって皮膚が壊死したりとかすることもあるんですけど、まあ、今回2週間後でね壊死の様子はないので、でまあ解除してそのある程度ですね、真ん中のどうしてもそこを切らないと解除できない、出てこない乳管は切ってるわけですね。でその切ったところの乳管の開口部の皮膚は切除したので、まあ、結果的にその壊死するかもわからない部分の皮膚は切除してるんで、だからまあ壊死が起こらないっていうのもありますけど、で残った乳管と乳管の開口部がある皮膚は残ってるので、まあ、今後ね出産して授乳する機会があったとしても授乳できるようにしておりますと。はい、っていう感じですね。あとはまあ手術の時にですね、皮膚成分が、傷の中に残ってると、そこから、インクルージョンシーストができて感染したりとかそういうことが起こるんですけどね、あ、逆から取ってもらった方がいいかな、そうですね、うん、それも起こらないようにしっかりやりましたので、まあ、手術はうまくいっておりますよという感じですね。うん、いいでしょう。一応真横から見ましょうか、どれぐらいになったか、こんな感じですね。はい、じゃあいいですよ。